皆さんこんにちは、アスリート栄養チャンネルの北見です。こんにちは。今日はですね、身長アップおすすめの習慣5選ということでお話していきたいと思います。本日ノームさんの提供で動画を撮らせていただいております。では早速いきましょう。私ですね、小学生からオリンピック選手までアスリートの栄養サポートを行う会社をしておりまして、レッスン体験会と栄養診断については概要欄から飛べるようになっているので参考にしてみていただけたらなと思います。このチャンネルでもすごくコメントもいただく身長アップについてですね、今日は取り上げていきたいなと思います。身長アップについて5つに絞って、この食事のポイントですね、見直していきたい食事のポイントについてお話をしていきます。過去睡眠だったり成長ホルモンだったり、いろいろこう角度を変えながらお話をしていっているんですけれども、まず1つ目、まずは朝からね、パンよりご飯派になっているかどうかですね、ぜひそちらチェックしてみてほしいんですね。パンとご飯の糖質量を比較した時に、例えばパン1枚、ご飯 150g ぐらいですね、ご飯を比較した時に糖質量倍ぐらい違ってくるんですよね。アスリートの必要な、例えばジュニア期ですよね、身長アップに必要なご飯量を、例えばじゃあ 800g ぐらいとした場合に、夜だけで 800g 難しいですよね。給食でパンの日もあるんですよ。給食でおかわりして食べれたとして、じゃあ 400g ぐらいだったとしましょう。それで夜も 400g 食べられていたらとってもベストですけれども、なかなか難しいっていう選手もいるんじゃないかなと思います。身長伸び期においては 800g で済まないっていう選手もめちゃめちゃたくさんいます。180いった選手とかで今1900とか食べてる選手もいますし、これは競技によったり練習強度に応じたり、選手たちの検査値を見ていてどれぐらい足りないかがそれぞれ変わってくるので違ってはくるんですが、もうまずそれをもうね遡っていくと、朝がねまずパン派の人も足りなくなりやすいので、そこねぜひ注意をしてみましょう。押してでもね、朝ね用意するのお母さんたちも大変っていう方たくさんいらっしゃると思いますし、その気持ちもめちゃめちゃわかります。パンの方が手軽だし常温で置いておけるしとか、いろんな気持ちもすごくわかりつつも、朝ジュニア期の選手のお母さんお父さんたち朝からご飯炊けるととってもいいかなと思いますし、まあ、なんなら前日に炊いておいたあまりでもいいでしょうし、冷凍しておいたものをチンするみたいな形でもいいでしょうし、まあ、まずはパンからご飯派に変えてみるっていうのは一つじゃないかなと思います。では身長アップに関して2つ目いきましょう。2つ目ですね、このチャンネルでも何度も話に出てきているんですが、補食は必ず取ってほしいですね。さっきの朝ご飯にも通じてくるんですが、身長アップの時期においてエネルギー供給がどれだけされるかによって身長の伸びもね変わってくるっていう研究もあるように、エネルギー不足にならないのが非常に大事なんですよ。学校帰ってきたこのタイミングでお菓子をまずは入れたくない、ここで補食を取りたいですね。練習ない日でも補食を入れたい。必要量ってそれぞれの段階によって大きく異なってきますが、これでも補食をこまめに取ることで筋分解を防げたりとか、練習に集中するためにエネルギー補給につながったりとか、補食のメリットはいっぱいあるんですよね。お母さんもお父さんも働いてるから準備がなかなかできないんです、まあ、そういった人も、まあ、なんかおにぎりでもいいでしょうし、果物とかでもいいでしょうし、みかんとかいちごとかでもいいですよね。おにぎりや焼きおにぎりあるから、そういうのをレンジでチンして食べてねとか、そういったものでもいいでしょうし、まあ、常温で食べられるものもたくさんあるかなと思うので、補食を必ず取るっていう意識をぜひぜひ選手たち自身がつけれるようになってくると非常にいいかなと思います。身長アップの時期で言うと、とにかく必要な量を取るね、タイミングが小学生中学生ないんですよね。でそれを叶えようと思った時に、補食の時間を確保できるかが非常に重要になってくるので、もう食べられるタイミングは逃さず食べる意識は持っていけると、身長アップにブーストかけていけるんじゃないかなと思います。では3つ目いきましょう。3つ目はですね、プロテインだけにしない、ここはぜひ着目ポイントですね。先ほどの朝ごはんとか補食、このあたりはクリアできているよっていう選手もいるんじゃないかなと思うんですが、今度じゃあトレーニングしますってなった時に補食をねプロテインにしちゃいます、そんな選手もいるんじゃないかなと思います。プロテイン必要に応じて種類を選んで取るっていうことも、こう場合によっては必要かなと思うんですが、それだけじゃなくて糖質源もぜひセットで一緒に取ってほしいんですね。そうすることでリカバリーの速さが変わってきますし、プロテインだけ飲んじゃうと今度お腹いっぱいになって本当に必要な栄養量も取りづらくなりやすいので、セットにするっていうことは覚えておきましょう。大人の方でもジムに行ってトレーニングをするっていうね方が多くなってきてるんじゃないかなと思うんですが、よく見かけられるのがプロテインだけ飲んでますとかね、こういったのはすごくすごくすごくもったいないので、晩ご飯にしちゃってでもいいから、おにぎりも一緒に取るとか糖質源も一緒に取るとか、そういったことができるととってもいいんじゃないかなと思います。では4つ目いきましょう。ここはちょっと食事からずれるんですけれども、睡眠時間まずは足りてますかね。選手たち用の検査を見ていると、受験期の選手において睡眠不足、栄養不足、ここによって身長の伸びのね平均ラインから下回ってしまうっていう現象が多く起こってくるんですね、事例として。これ非常にもったいないので、下回らないように
睡眠時間をしっかりとっていただきたいですね。いろんな動画で上げているんですけれども、まあ、小学生だったら9時間ぐらいはしっかりとっていきたいですよね。大人の選手だったとしても8時間ぐらい、筋分解を防ぐためにもとっていきたいですよね。そういったところは要チェックポイントかなと思います。どうしても練習の都合で出ないとか、そういった選手もいるかなと思うんですが、どこを目指すかですよね。最終的にどこを目指すかによっては、もしかしたら今のスケジュールを変える必要があるかもしれないですし、例えば本当にプロを目指していて180センチ超える遺伝の限り伸ばしたい、だからこそ今やるべきはもしかしたら睡眠かもしれないんですよ。オーバートレーニングじゃないかもしれない。練習スケジュールは調整する必要があるかもしれない。そういったところは見直すポイントかなと思います。身長アップのためには必要な、ここは習慣かなと思うので、見直すようにしてみていただけたらなと思います。最強ルーティーンのところでもご紹介したように、睡眠のこう時間だったり必要なこうスケジュールが決まってくると、こう遡っていってね、やることが決まってくるかなと思うので、こちらは睡眠のこう基本にね、いろんなスケジュールが立ててこれるととってもいいかなと思います。最後いきましょう。5つ目ですね。身長アップにね、欠かせない栄養素として鉄とか亜鉛を挙げているんですけれども、そこだけじゃなくてカルシウムとか、まあ、骨のところもね含めて、いろんなビタミン D とかいろんな動画も上げさせていただいている中で、すごく最近感じているのが、今日見て森を見ずになっていないかみたいな、習慣としてまず見直していただきたい。本当に見直していただきたい。こう私がね、あまりにも鉄とか亜鉛とかね言ったばっかりに、鉄とか亜鉛取らなきゃって、その近くで売ってるサプリメントで補給しようとか、過剰に取りすぎてる選手を非常に見かけます。お問い合わせをいただくね、選手たちにおいて、それも非常に問題で、いろんなねサプリメントによって違うんですけれども、例えばカルシウム一緒になってるものとか、いやもう全部にカルシウム入ってますよみたいな、どれだけカルシウム取るんですか、その結果筋肉硬くなっちゃってて怪我につながってましたみたいな、いや本当だったら身長アップのためにやりたかったことが本末転倒みたいになってることもあるんですよね。そう、本当森を見ずにならないし、ぜひこういろんなねサプリメント裏側も見つつ、寝室も気になりますよね。あと本当だったらですよ、タンパク量が足りてないにもかかわらず、鉄亜鉛取らなきゃになってしまって、サプリメントで取っていた結果タンパク量が不足してしまって、お肉お魚が取れてない、ご飯量が取らなきゃってすごく意識してくださってるんですけれども、お肉お魚が取れてなくて、結果体が大きくなっていかないっていう なってくると、もったいないんですよね。選手たちで言うと、検査した上でそれぞれやっぱり違うんですよ。エネルギー代謝の得意な選手と、タンパク量が枯渇していっちゃう選手、人によってこの差っては出てくるんですけれども、自分の特性を理解しない上でとにかく足さなきゃとってしてしまうと、すごく非効率なんですよね。何万通りある中から自分に合ったものを見つける旅ですよね。ずっとしていかないといけなくなっちゃうので、まずは効率的にっていう意味でも、何かを過剰に取りすぎる、そういったところは注意してみてもらえるといいかなと思います。非常にもったいないですし、すごい意識してくださってるその気持ちはめちゃめちゃ素晴らしいと思うので、失敗しちゃったよっていう選手とも同じようになってしまわない、皆さんが同じ失敗をしないように、そこはこうサプリメントの裏側とかもね、ぜひチェックして、どういった栄養素が多いのか、書いてないものもあるんですよ。どういった原材料できてるか、そのあたりもチェックしてみてもらえるととってもいいんじゃないかなと思います。今日はすぐにできるところから、ちょっと時間はかかったり要確認だなっていうポイントまでお話をしてきました。できることがそれぞれの選手によって段階に応じて違うかなと思うので、チェックしてみていただけたらなと思います。プロテインのお話にも出てきた通り、今日はノームさんの提供でお送りしているので、クーポンコードも発行しているので、ぜひそちらも購入するよっていう方は、そちらも参考にしてみていただけたらなと思います。選手によってもやっぱり1人3種類4種類使い分けてる選手もいたりだとか、身長を伸ばしたい10人がいたら10人ともプロテインの種類が違うっていうように、それぞれに適したプロテインって違うかなと思っているんですが、その中でも高甘味料が使われていない、かつアンチドーピングのマークもついているね、インフォームドスポーツもついているこのノブさんも、もう比較的もう私の中でスクリーニングを超えてきているそう、そこはすごいいいなと思っていて、いろんなこう特徴があるのがノブさんのいいところだなと思っていて、使いやすいですよね。例えばジェノームさん一つになっても、いろんな競技がある中で適しているものって違うと思うんですよね。これとリカバリーエナジーをチャージしたりするんですよね。例えば今日お話であった糖質とタンパク、じゃあ両方取りたいよ、こういった選手も 88.5 100g あたり取れるんですよね。もうちょっと実際は 100g も取らないと思うので少なくなるかなと思いますが、そういったエナジーチャージに適しているとか、あとはこうプロテインとして取るとか、あとはこれアミノ酸として取るとか、いろんなこう目的に応じて使い分けやすい。人工甘味料使われていなかったら乳酸菌が入っていたりとか、選手たちね乳酸菌がね
もう本当足りないことによって鉄と亜鉛吸収されていかないとか、そういった選手もいるんですよ。本末転倒みたいなね、粗雑なものを取りすぎれば取りすぎるほどに腸内環境が荒れてしまってみたいな選手たちもいるんですよね。それはもう非常にもったいないので、ぜひそういったところも着目してみてもらいつつ、今日何がやりたかったかというとですね、プロテインってね、こうダマになりやすいもんであると思うんですよね。これをじゃあノームさんのシェイカーだったらどうなるかっていうところをね、ちょっと実験してみたいなと思っています。でノームさんのシェイカー一つだけ言わせてください。ノームさんこれ洗うのが大変こう保護者の方もたくさん見てくださっていると思うので、私はちょっと言い伝えておきたい。ちょっとしたくぼみとかできるだけツルツルにしていただきたい。もう洗うのが大変なんですよ。で飲む側はねいいとは思うんですけれど、洗う側が大変。いろんなね機能がついてるんですよ、ノームさん。こういうのとかね、まあそれは何を取るかによってね、選手によって違うんであれなんですけど、ちょっと洗いづらいは、気になっております。でこのノームさんのこのねダマにならないシェイカー、洗いづらそうだけどこれがあることによってダマにならない、美味しく飲めますよですよね。それが実際ダマにならないのか受けやすいのかをちょっと実験してみたいと思います。ね、下にねこうなんかサプリメント入れたりとか補食入れたりとか、そういったこともできそうなケースが入っておりますが、ちょっとこれも一つ訪問したい。こうやったらね、こうやったら一くるりで外れちゃうんですよ。そうするとですよ、選手たちのバッグに入っていくときにこうくる一くるりはしちゃうんですよ。でワシャーってなっちゃいやすいから、ちょっとそこは改良していただきたいポイントかもしれないですね。ちょっとお伝えをしていきます。で今日はちょっと実験をしていきましょう。ここにあります。でノームさんのねプロテイン入れていきましょう。捕食の動画かな時にもお話ししていたんですけど、その時にここに書いてある水の量だとちょっとなんかめっちゃ薄くなっちゃうっていうことを発見したので、今日はお水ここに書いてあるように少なめでいきたいと思います。いやこれ好みかもしれないけど、いやなので 200g ぐらい、ちょっと濃いめ、かつ本当お腹いっぱいになっちゃう人、この分量通りに作ったらめっちゃお腹いっぱいになっちゃうから要注意ですね。溶けるのか問題、実験的には薄くしてこい、いきましょう。溶れたりはそうです。そういう意味では非常に頑丈ですね。いけましたかね、溶けましたかね。ではいきましょうかね。透明カップで実験をしていきましょう。綺麗に溶けてる、すごい溶けてる溶けてる。中身も残ってない残ってない、すごい綺麗に溶けてますよ。ほら中もすごい綺麗に溶けました。果たしてこの濃いめで味はどうなのか、いきたいと思います。この前のが薄すぎたのかな、でもいい感じです。なんか牛乳割りしても糖とか豆乳割りしても美味しい感じですが、そこはまあ、それぞれの目的によって使い分けてみていただけるととってもいいんじゃないかなと思います、うん、あこれぐらいの量か。この前 400g、2g にしちゃってもうめっちゃお腹いっぱいになっちゃったんで、これぐらいが非常にいい量感じゃないかなと思います。皆さんいろんなシリーズがあるので、ぜひこちらチェックしてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。今日は身長アップについてのおすすめの習慣5選ということでお話をしてきました。アスリート栄養チャンネルでは身長体重アップについての動画だったり無添加情報だったり、アスリートのための栄養の情報を発信しているので、ぜひぜひチェックいただけたらなと思います。またですね、レッスン体験会ってどういうことなのだったり、栄養診断については公式 LINE からチェックできるようになっているので、ぜひ概要欄からチェックしてみていただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート栄養チャンネル北見のりでした。